どうみさこちゃじゅんです。突然ですが、家に帰りたくない時ってありますよね。そんな時はネットカフェがおすすめです。今回ですね、快活クラブというところに来ました。で、ここのありがたいのが料金なんですが、滞在時間によって自動で最安の料金にしてくれるんですよね。大学終わって時刻は0時半くらいなので、ナイト8時間パックというものを狙っていこうと思います。ホーンテッドマンションのような階段を登っていくと受付があります。カウンターに行くと店員さんが奥からやってきたんですけど、目をこすりながらめっちゃ眠そうでした。やっぱ24時間営業の店のバイトは大変そうだなって思いました。そこで初めての方は会員登録をして、こういうオレンジのカードを作ったら個室を利用できます。店内を入ってみるとおしゃれなカフェって感じで、まあカフェでしたね。で、奥に行くと個室フロアがあるって感じですね。無料でデスクライトとかブランケットとか使えるみたいです。で、進むと個室がずらっと並んでる感じですね。ちょっとしたホテルですね、もう。で、カードキーで開けます。入ると暗闇の部屋と電源つきっぱなしのパソコンが出迎えてくれました。トイレの個室より余裕で広いです。靴を脱いで上がります。ちなみにほぼ手ぶらです。パソコンの上に空調とか荷物置きの棚があって、あとティッシュもありますね。パンパンに詰まってます。パソコンを見ると利用時間がリアルタイムで見れて、現在の料金とかも確認することができます。コンセント3つと USB もあるので、スマホの充電とか困ることはないはずですね。逆にコンセント3つ同時に使う方が難しいと思いますけどね。で、部屋の広さですが、俺の下半身が余裕で収まりました。私の身長は165センチで、まあ人権はないらしいんですけど、身長165センチの人間の平均の座高は 88.2 センチらしいので、1メーター近く横幅はあるということになります。さらにこのように全身を無理やり埋め込もうとしても入りきっていないことから、少なくとも165センチよりは短いということになります。以上からここの横幅は 88.2 センチ以上、165センチ未満であることが証明されました。で、今度は縦なんですけど、今完全に足伸ばしてます。まだまだ余裕があるので、少なくとも俺の身長165センチ以上、体感200センチ近くあるのではないかと思われますが、証明はできません。すいません。よく見ると枕とか座椅子も置いてありました。フロントで各種アメニティも購入できるっぽいんで、最悪財布持ってくるだけで事足りるということですね。なんか我々人間のことを先読みというか、全て分かっている感じがして少し恐怖を覚えましたね。で、今日も朝から頑張ってクタクタなんで、先にシャワー浴びに行きます。ちなみに別料金ですが、カラオケも利用できるみたいです。ランドリーも別料金ですが使えます。なので一応ここで暮らせます。ここがシャワールームですね。で、中に入ると洗面台とドライヤーもあります。ここがシャワーですね。カビとかなくて綺麗でした。ちなみに数年前はラックスとダブが置いてあったんですが、今は業務用になりましたね。不景気ですね。で、驚いたことにタオルが有料になってました。前まではここに大量のタオルが置かれていて使い放題でしたね。不景気ですね。ほぼ手ぶらで来てタオルがないので、風呂は断念しました。ちなみに別料金ですが、飯も食えます。メニューがあって、つけ麺だったりカレーとかトルコライスがあったり、丼とかパスタもあります。外からの持ち込みも自由らしいんで、コンビニとかで買って持ち込んでここで食うっていうのもありみたいです。注文は個室のパソコンからできます。正直何でも食えるぐらいには腹が減っていたんで、迷っていたら夜食の2文字が飛び込んできたので押してみました。夜食はカレー、ハヤシライス、そしてラーメンがあるようですね。分かってますね。そして謎の二択問題に正解すれば、注文の権利を獲得できます。料理ができたら個室に電話が来るという仕組みです。はい、もしもし。料理ができたらしいので食べに行こうと思います。なぜか個室では食べれなくて、このオープン席で食べないといけないらしいです。例の食事が置いてありました。飲み物を用意します。ドリンクバーがありまして、どれも無料で飲み放題っていうのがありがたいですね。お茶とかコーヒー、紅茶、メロンソーダとか、生活するには十分すぎるぐらいラインナップが充実してましたね。あやたかを選択しました。このようにボタンを押すだけで飲み物が出てきます。こちらが夜食です。うまそうですね。いただきます。
ここから胃に入れたものがレッドブルしかなかったので、ラーメンが染みましたね。ちなみにこのラーメンの正体はラオウだという噂を耳にしたんですけど、本当ですか？食後のデザートにソフトクリームを食べてみることにしました。これも無料で食べ放題らしいです。リバーを引くとソフトクリームが落ちてくるという仕組みです。ソフトクリームを食べまくれる機会ってのもありそうで意外とないですよね。ご参者、食べ終わった食器類は返却口に持っていけばいいそうです。学食と同じ要領ですね。部屋に戻ってきたんですけど、私食べてすぐ横になれない病気でして、目の前のパソコンで時間を潰すことにしました。普通にインターネット使ったり映画や動画も見れるようです。いろんなアニメとかダゾンとか YouTube も見れます。ちなみに有料ですが VR もレンタルできます。今から何かスケベなことをすると店員さんに思われそうで、借りるのはかなり勇気が必要だと思いましたね。名探偵コナンの映画とかも過去の作品全部見れるっていうのは驚きましたね。時間を潰す方法はパソコンだけでなくて本もあります。ここが漫画を置いてあるところです。ほぼどんな漫画でもあります。雑誌とか週刊誌とかも揃ってますので、普通に毎回買うよりは快活クラブ来た方が安い説はあるかもしれないですね。いつの間にか2時を回っていたので寝ようと思います。おやすみなさい。シールドリチャージ中。おはようございます。時刻は7時3分です。あと1時間くらいで8時間経ちます。それを過ぎると8時間ナイトパック使えなくなるので、少し急ぎ目で顔を洗いに行きます。例のシャワールームで顔だけ洗って、この手拭きペーパーで顔の水分を拭き取りました。朝のモーニングの時間がやってまいりました。朝6時からやってるらしいです。無料で食パンとかマーガリンを食べることができます。数年前までは細切りポテトも食べ放題だったらしいです。このパン焼き器便利ですよね。朝のドリンクを選びます。あやたかを選択しました。利用時間を気にしながら過ごさなければいけないという縛りはありますが、むしろ早起きできて無料モーニング付き、電気水道使い放題で飲み物も無料飲み放題の家と考えると、まあまあ有料な物件ではないでしょうか。なんだかんだゆっくりしすぎて8時間まであと5分くらいになってしまいました。ビジネスホテルなどでも同じですけど、時間に余裕があったとしてもなぜかチェックアウトはギリギリになってしまうんですよね。これって面白いですよね。値段は家賃だけだと深夜8時間パックで1430円でした。30倍すると42,900円ですよね。タオルは無料じゃなくなったばってん、月5万円ぐらい稼げれば住む家はある、なんなら生きていくことも可能っちゅうことですよね。やけん将来ホームレスになったとしても、なんだかんだ生きていくことはできるやなと思うと、自分の人生に希望が持てました。